皆さんこんにちは。フリースタイルバスケットボーラーのダイスです。今回のチュートリアルはこちら。はい、スリッピンスライドです。これは、ストリートバスケでは結構定番の技なんですけども、フリースタイルバスケでも使えるかっこいいムーブなので、皆さんもぜひやってみてください。それじゃあ行ってみよう。はい、まずはステップ1です。最初は、こっちでもね、こっちでもどっちでもやりやすい方でいいんですけども、レッグスルーをしてドリブルをした方の手を地面につけます。そしてボールは逆の手でホールドしてください。そして手をついた方と同じ側の足を地面に膝がつくギリギリの高さまで、地面にはつけないでください。地面に膝をつけてしまうと次の動きがやりにくくなってしまうので、ギリギリの高さでね、この形を作ります。ステップ2は、この状態からボールをこっち側にバウンドさせます。はい、この時にボールを飛ばしてしまわないようにね、気をつけて持ってください。そしてその時にこの足を、ここの足をボールと一緒にあっち側に振ります。これは一気に持ってきた方がいいです。途中でね、ここから見るとこの状態からボールと一緒に足をこんな感じで、途中で地面につけないで一気に浮かせて持ってきてください。その方が動きやすくなります。ボールと一緒に、はい、こんな感じですね。ボールと一緒に、はい、こんな感じ。一気にここまで持っていきましょう。ステップ3、最後、ラストは、この状態からバウンドしたボールをキャッチして、そのままクロスオーバーするような感じでね、逆サイドに抜いていく感じですね。これだけです。はい、最初慣れないうちは、あまり下に下がらないようにするとやりやすいです。こんな感じでね、はい、ちょっと立ったままやってみるとやりやすくて、イメージをつかみやすいと思うので、だんだんとね、下に下げていって、最後は地面を触ってできるように、はい、こんな感じで徐々に低くしていって練習してみてください。次は連続でやる方法です。連続でやるには、まずここから、ここまでは一緒で、ここでキャッチしたらボールを持ち替えて、これをそのままもう一回後ろに持っていって、あとはこれの繰り返しですね。はい、これで好きなだけ連続でやることができます。はい、こんな感じです。じゃあちょっとスローとミラーで見てみましょう。はい、どうでしたか、スリッピンスライド。普通の試合でね、使うのはちょっと難しいと思うんですけども、かっこいいムーブなので、皆さんもぜひやってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。